トライアル国際 A 級スーパークラスチーム三田日本代表に参戦している小川智之です。出身は三重県四日市市です。トライアルという競技は、自然なコースを生かして、オートバイを走らせていくんですけど、他のモータースポーツと、まあ、一番違うところはスピード競技じゃないっていうところが一番の大きな違いだと思います。で、まあ、バイクに乗って決められたコースを決められた時間に足をつかずに、攻略していくわけですけど、まあ、足をつくごとに1点2点とこうどんどん点数が加算されていって、まあ、転倒とかコースアウトの5点とか最大限点で、最終的には、足をつかずに、時間内に、帰ってこれた人が勝者という、バランス競技とも言われる、モータースポーツの一つですね。でやっぱり一番難しいところは、まあ、ゴルフみたいな感じで、まあ、用意どんではないので、だいたいコースが10個から15個ぐらい設定されて、それを1周から2周から3周回る大会が多いんですけど、そこからやっぱりこうゴルフと同じなので、自分との戦い、いかにこう自分が思った通りに、マシンを走らせて、思った通りにこうメンタルをコントロールして最終的にこう結果を出しに行くっていう、まあ、本当にもう孤独ですけど、まあ、それがやっぱりこう段差を超えた時とか、やっぱりこうなんすかね、みんなが想像しないところをバイクで行けた時っていうのがやっぱものすごくこう魅力な部分でもあるし、やっぱお客さんが見ててもやっぱり一番こう声援とかもらえたり、すごいねっていうリアクションもらえたりするので、まあ、その辺をやってて力になりますし、まあ、やってる側もすごい楽しい魅力の一つですね。まあ、トライアルはやっぱりこうレベルに応じていろんなところが、ありますけど、高さも含めて、で世界選手権になれば当然何メーターもする崖だったりとか、まあ、当然チャレンジして怖い目もしなきゃいけないですけど、まあ、本当にクラス分けもたくさんあって、でライセンスの中でも当然区分はたくさんあるんですけど、その以外の方、ライセンスを持たない方っていうのも結構いらっしゃって、本当にこうトライアルっていうマシンに乗って林道に入っていって、例えば釣りに行くっていう人もいましたし、登山の入り口までとりあえずバイクで行って、そこから歩いて上がるんだっていうのもいましたし、本当にこういろんなレベルで、まあ、モータースポーツを楽しめる、安全に楽しめるっていうのが一つだと思うので、本当に平地で小さい石ころでも丸太でも越えれれば本当楽しいと思うし、まあ、そうやってだから、まあ、当然トップはすごいところ行きますけど、まあ、底辺というか本当に始めた初心者の人から本当に楽しめるのが魅力 なのはトライアルだと思いますね。まあ、コロナに関しては、まあ、このモータースポーツの業界もものすごく打撃を受けて、まあ、僕たちも今年は全日本選手権が、まあ、中止だったり延期だったりで、まあ、開幕も遅れましたし、最終的に短縮された7戦が3戦になるっていう、まあ、僕らも影響があって、で僕はやっぱりいろんなところにショーに行ったりとかイベントごとに結構出てるので、まあ、その辺がもう軒並み中止っていうのは本当にまあ辛い思いは僕らもしてきました。ただまあその中でもまあいろんなところでイベントを、まあ、できる範囲で感染対策をして開催されたいっていうところにはもちろん僕も参加して、まあね、どこまでこう皆さんの力になれてるか分かんないですけど、やっぱ僕たちは、まあ、しっかり練習してトレーニングして結果を出して皆さんを魅了して、その一瞬だけでも楽しんでもらうっていうことぐらいしかなかなか提供できてないので、まあ、歯がゆい気持ちはありますけど、まあ、それはまあ自分たちの使命だと思っているので、まあ、しっかりまあ今年に関してはまあコロナの中大変でしたけど、まあ、きっちり準備をして、まあ、結果を出して、まあ、企業さんだったり、まあ、お客さんだったり、まあ、いろんな方にこう優勝っていうプレゼントを届けられたので、まあ、その辺はまあ自分としてはまあできる範囲のことはやったかなと思います。まあ、本当にまあただその中でもね、いろんな方が感染もされたりして、実際にレースに来れなかった方も多分いらっしゃると思うので、まあ、その辺はこうちょっと辛い思いはありますけど、でもやっぱりこうみんなで乗り切って、で最終的にはやっぱりこう、いろんなイベントで大声出して、みんなで本当騒いでお祭りみたいな感覚に戻れる日が多分必ず来ると思うので、まあ、それを信じて僕たちもまあ活動して、まあ、僕はまあ結果を出せるように一生懸命頑張っています。まあ、オフロードとかね、今ハードエンデューロっていうのは結構賑やかになってきて、僕たちも結構オファーをもらったりして参戦したこともありますけど、やっぱりこうオフロードでハードコースになればなるほどトライアルテクニックっていうのはものすごく大事だと思ってて、で
まあ、取り組んでる方も結構いらっしゃいますけど、やっぱりこう、まあ、難しいかもわからないですけど、やっぱこうちょっとでもいいので、やっぱトライアルっていうのをちょっと経験してもらって、ちょっとヒントじゃないですけどね、多分乗ってもらえればいろいろ多分こう得るものは必ずあって、でそれが例えば自分のその現場じゃないですか、ハードエンデューロとかに帰った時に必ずこう結果にはつながると思うので、まあ、一回こうトライアルを経験してもらって、その自分のレベルアップっていうのに必ずつなげてほしいなと思いますね。で、ガチスクールですよ。じゃあぜひガチスクールに来てください。のレベルアップに、やっぱなかなかねバイクを買ってまでっていうのは難しいかもわかんないですけど、まあ僕も含めて、いろんなところにレンタルのシステムが準備しているところもありますので、ぜひそれを頼っていただいて、僕の場合はそのガチスクールっていうのを経験主催させてもらってますので、ぜひね、受けに来てほしいなと思います。待ってます。そうですね、トライアル、まあ僕はもう現役生活がおそらく 1,2 年ぐらいかなとは自分で思ってて、で最終的にトライアルをやめた人っていうのはもうトライアル界から去る人がほぼ多数、一般の仕事に就くっていう方が結構いらっしゃるんですけど、僕はできる限りこのトライアル、モータースポーツに携わっていきたいなと思っていて、まあ、それはなぜだっていうと、まあ、トライアルはやっぱり二輪の技量が結構詰まったカテゴリーの一つなので、必ず活かせる分野があると思ってて、最終的にこうそれを活かせるようなところでこうトライアルを知ってもらうっていう活動をまずしていきたいっていうのがあるので、まあ、現在トライアルショーだったり、トライアルのスクールだったり、まあ、いろんな活動をしてます。まあ、そのプラスアルファで、例えばこう一般の方にも認知されるように、ね、二輪が例えば暴走族とかそういう危ない乗り物だっていうイメージだけが残らないようなシステムで、国とかも、例えばまあ法律がいろいろ変えなきゃいけないかもわからないですけど、まあ、ボランティアだったり消防だったり、まあ、僕今消防団に入って、二輪でこう例えば大規模の災害が起きた時にはすぐ行けるようにっていうところにも加盟して活動はしてますし、まあ、そういう点でいろんなところでこう二輪を知ってもらえるようにっていう、最終的にこうトライアルとかモータースポーツが盛り上がるっていう構築を作っていきたいなっていうのを考えてて、まあ、それに向かって今後は動いていきたいなと思ってます。皆さんありがとうございました。トライアルというカテゴリーは本当にこう見ても楽しい、やっても楽しいというカテゴリーの一つではあるので、ぜひトライアルをまず知って見て、来てほしいなと思います。まあ、僕もいろんなところで活動をして、これからこうトライアルの発展、そしてまあ僕もどこまでいけるか分からないですけど、連覇を続けるように頑張っていきますので、ぜひトライアル、小川智之を応援してください。ありがとうございました。